ちょっと本職の話を聞いていこうかなと思うんですけど、はいはい、もう見るからにやばいものが机に転がっているんですけど、まあ、チャーリーさんの本職はやっぱ航空写真家というね、はいはい、飛行機を撮る人、飛行機ってね、旅客機と戦闘機ではまた分かれるんですけど、私は旅客機専門のカメラマンです、うんうん、はい、そうですね、旅客機ですね、はいはい、で、やっぱりこう僕も日々 YouTube、はい、をやっていく中で、はい、ここ5年ぐらいですかね、カメラがだいぶ変わってきたじゃないですか。変わりましたね、うんうんうん、なんでちょっとその、まあ、仕事の話を中心にしつつも、やっぱそのカメラの移り変わりというか、はいはいはい、そういうのも少し話していけるといいかなと、はい、まあ、割とあのうちのチャンネル、カメラ好きの人が見てるチャンネルじゃないんで、うん、何とも言えないんですけど、はい、とはいえ結構撮影に興味持ってる人は多いと思うので、はい、話をしていきたいと思います、はいはい、逆にあれじゃないですか、コロナになってからはものすごい海外空港の写真とかをカレンダーに使えなくて大変じゃないですか。そうなんですよ、今回ようやく、2年ぶりに海外に行けたっていう感じで、それまではね、やっぱりなかなかで行けないと航空会社の塗装は変わるし機材は変わるしで、やっぱり5年同じとこ行ってないとね、結構苦しいんですね、前の写真が使えない。うん、うん、なるほど、はい、そうですね、なんかいろんな写真が使えなくなるって話、たまにブログで書かれてますよね。自分の撮った写真がもうこれは使えないとか。そうです、逆に言うと、まあ、だから仕事があるっていうのもそうなんですけど、例えば成田空港の、まあ、お仕事をやらせていただいてますけど、ちょっと前だとノースウエストとか、うん、つい 2,3 年前までだとデルタ航空とか、あとアリタリア航空があったり、はい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 、今ってね、それが後ろに映ってるとダメなんですよ、古いじゃんってなるので。あと管制塔が去年1本なくなったんです、古いのが、うん、それが写ってるとやっぱり古い写真ってバレちゃうので、だリニューアルしなきゃいけない、うん、というわけでやっぱりね、古い写真が使えなくなるので、そのうちのアーカイブとしては残りますけど、やっぱりリニューアルしていかないとっていうのはありますよね。そうですね、日々変わりますよね。はい、どうなんですかね、でもやっぱり航空写真って見れば分かる通り、やっぱり遠くに飛んでるものを撮らなきゃいけないから、はい、結構機材大変です。まあそうなんですが、最近やっぱりね、デジカメが安くなったのと、うん、結構これ見てください、これね、24-240ってね、これ240で、こういう昔で言う10、これまあ10倍なわけですよ、うん、24mmから240mm、昔こういう高倍率って使えなかったんですよ、あんまりね、クオリティ良くない、良くなかったですよ ね。これ結構最近ね使えるんですよ。あ、そうなんですか。でね、そんなに高くない、へー、 なので最近はやっぱり、結構飛行機写真撮る人めちゃめちゃ増えてるんですね、はい、まあ、なんか飛行機写真撮る人の人口増えたなっていうのを感じますよ。あ、ですよね、うん、話もよく聞くし、うん、はいはい、いろんな世代の人がやってる、うん、男女問わず。そうですね、うん、私もそのキャノンで教室やりますけど、もうほぼ 100% 満席になる、結構速攻満席になりますね、結構でも飛行機取りに行くの大変ですけどね、あの空港行かなきゃいけないし。そう、はい、お手軽な趣味ではないと思うんですけど、そうですね、うん、しかも機材にかかるお金も、なんだろう、追い求めていくと結構かかります。いや、そうなんですよ、結構皆さんやっぱり最初はまあ普通に飛行機取り行こうだけじゃなくて、だんだん、レベルが上がるというか、エスカレートしていくというか、うん、夜撮りたいとか、あ、そうするとね、やっぱりね、明るいレンズイコール高い、うん、でいいカメラじゃないと感度上げられないとかなると、うん、結果的に結構金かかるよそれっていう、人財産。そうですね、はい、そうなんですよね。で、僕らみたいにこう YouTube ぐらいでやってると、はい、いわゆるこういう望遠はいらないんですよ、はいはいはい、まあ、あって何に使うんだってなるんで、だから比較的広角寄りのレンズを中心に揃えるんですけど、はい、でしかもまあ車とはいえ移動するんで機材がでかいっていうのもちょっと困るんで、コンパクトに、コンパクトにやっていきますけど、まあ、とはいえ今2台使ってるんで、はい、カメラの数は増えるし、まあ、こういう GoPro とかの数もね、はい、増えるんで、まあ、全然なんだろう、機材に対するスタンスは違えど、たまに旅行とか行って空港の近くで飛行機撮りたいなと思って手持ちのレンズをピッてやると全然撮れないんですよ。豆かみたいな。
で僕が持ってる最大の望遠って200ミリなんで、200ミリってもう航空写真の世界で広角みたいなもんじゃないですか。あ、そうですね。これやしないみたいな。でも普通のねジャンルからするとやっぱり同じキャノンの教室やってる先生とかも、いや200以上なんかもっと買ったことない、使わねえよそんなのっていう方もがほとんどですし、まあオートレートとかスナップとかだったら別にね望遠いらないしっていう、うん、航空写真家の中にいろんな流派ってあるんですかね、はい、こう流派というかこういう写真を撮る派閥と、はい、例えばなんかこうボカーンって撮る人と、はい、割とその広角で世界観重視みたいな人とか、逆に言うとですね派閥っていうわけじゃないです、まあ、両方やる人もいますけど、番号を集める人、レジ番っていうと、飛行機に、まあ、車のナンバープレートみたいな感じで機体番号ってありますけど、それをひたすら集める JA ホニャ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 みたいですね。でそうすると例えば、ね、ANA のボーイング777は全部コンプリートしたとか、うんうん、コンプリート感があるので、そのスポッターと呼ばれる、機体番号を集める、もう飛行機真横で天気巡航で青空バックで真横でひたすら番号が出る。チャーリーさんスポッターですよね。まあ、スポッターです、うん、そうです。でそういうのもあれば情景というか、まあはい、うん、エモい写真中心、そうですね、はいはい、まあ、実際でも、まあ、私なんか仕事なんでいろいろオーダーを受ければ何でも航空関係取りますけど、情景写真って、まあ、カレンダーとかにもちろん使いますけど、飛行機きっちり撮ってた方がお金にはなる。そこがあれですよね。商業写真っていう言い方も良くないかもしれないですけど、はい、商業写真そうですね、はい、まあ、プロのそういう仕事として受ける写真家の必要とされる写真と、なんだろう、写真航空写真を撮りたい人が撮りたい写真っていうのってまたちょっとニーズが違うっていうところですよね。で例えばその満月に入る飛行機とか狙ってますよ、はいはいはい、そうするとセミナーで出すとおーってなりますよ、すげーってなりますけど、それお金になるのって言われた場合に、シルエットだから航空会社もわからない、それ使ってくんないでしょ。これアナだったんですよってうちの飛行機かわかんないですよって言われちゃうからね。で逆になんかそういう、なんだろう、一見いい写真なんだけど、はい、お金にならない写真っていう話ってたまにブログとかでも書いてるんですけど、はいはいはい、それすごい面白いなと思っ てこういう撮り方しちゃうと実はなんか航空会社的には NG が来やすいとか、あ、なんかこう墜落してるように見える角度で撮っちゃうとダメとかあるじゃないですか。なんかそのなんだろう、これはほんま NG やでっていうのは、まあ、会社によるんですけど、まあそのまあ、基本的に航空会社のオーダーだと後ろに他社が映るとアウトなんです。あ、なるほどね。なのでブランドミックスはダメって、そうするとやっぱすげえ限られますよ、アングルが。そうですよね。じゃあ羽田空港って分かる写真で、ね、ある会社の写真で後ろに他社が入ってない写真でって言ったら、もうアングルめちゃめちゃ限られるんで、ね、はいはい、どこから撮ればいいんだろう。そうなんですよ、そういうのもありますし、あと、まあ、会社の方針次第ですけど、ちょっと前までダメだったのはタイヤスモークって言って、着陸の時にタイヤから煙がパッと上がるじゃないですか、はいはい、あれだと写真ダメだと。要はその一般の方が見て飛行機から煙が出てる、危険じゃないかという場合もありますし、アンチコリジョンライト、はい、パコ赤くパカッパカッて衝突防止灯ですね、がたまに光ってますけど、それをつけちゃうと我々狙うのには導管があるのでいいんですけど、それがついてると赤いライトって緊急事態なのかで電話かかってくる、クレームかかってくるとってのでダメっていう場合の会社もありますし、まあ、いろいろですよね。そうですね。やっぱ僕らもね、空港行って趣味写真っていうか、ちょっと撮りたいなと思って、どうしてもアンチコリジョン光った瞬間とか撮りたくなっちゃうんですけど、それはね、逆の観点から見ると NG な写真になるっていう。まあ知らない方がいるとそうですね。逆にあれですか、最近あのちょっとカメラの話とかしようと思うんですけど、はい、ガラッと機材変えたじゃないですか。もともと一眼レフ、はい、ね、一眼です。 1D 系で 1D です、 1DX です、はい、やられて、はい、でこっちに R3 がある、はいはいはい、詳しいですね、はい、そのぐらいは分かるんですけど、はい、あの多分今ちょうど移行期だと思うんですね。そうなんですよ、プロ機としては、はいはい、それはやっぱり実際にこう2台使い比べてみて、はい、で僕なんかも完全にミラーレス移行組なんですね、はいはい、一眼レフも使ってないんで、はいはい、
どうですか一眼レフとミラーレスっていう、ちょっと専門的な話になっちゃいますけど、一眼レフってこのミラーを通して、ミラーを通してなんでリアルタイムが見えるわけなんですよね当然、はい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 、でミラーレスって、まあ、レスなんでミラーがないので、このモニターあの EVF 電子ビューファインダーなんで、この中に映る映像はレンズが入ったものをカメラが処理して出してるので、うん、コンマ何秒か遅いわけですよ。やっぱり遅れる。そうです。で今まではこの遅れが顕著だった、うん、だからずっとこう飛行機を追っかけてると、ここだと思ってシャッター切ってると、例えばアップで切ってると飛行機の鼻が切れちゃうとか、そのタイムラグがあったんです、はいはいはい、でこの R3 になって私の基準だとやっと使えるかなと。あ、ラグが結構、はい、であとなおかつ、当然ここがモニターがずっと映りっぱなしなので電池食うんですね、ミラーですね。電池はねめっちゃ食いますね。食いますよね、うん、その消費がこれは結構マシになった。 R3 ってバッテリーでかいですか、はい、でかいです。ちなみにこれとこれ共通なんですよ。もうこれ系のバッテリーなんだ。共通です。これです、はい、共通です、はい、だ今までのも使えるので、これはいわゆるプロ機バッテリーですね。そうです、はい、僕らが使ってるあの民生機のバッテリーじゃないフラッグシップ機に出てくるバッテリーそうなんです。だこれでようやく使えるようになったかなと。ただしでもやっぱり3は3だなと。これの上はどうなんでしょうね、はい、やっぱりねこの辺見ていただくとね、この1はねこれちょっとやっぱ厳重なわけですよ。3はねやっぱねちょっとね汎用機というか、はい、この辺はまだ作りはあるなっていうのはありますね、はい、出すんですかね。いや出ると思います、間違いなく出るんですか、ね、うん、まだまだこの実力じゃないでしょうと、うん、はい、と思ってます、はい、今使用頻度的にはどっちが多いですか。もうこっちが断然多いですね。あ、一応やっぱこっちに慣らしてるというか。そうです、はい、はい、うん、なるほど、はい、そうか。でもやっぱり信頼度はこっちの方がありますね。やっぱり1は1なんで、1そう、うん、キヤノンでいうなんとか1っていうのは一番トップなので、これ EOS1 でいうフラッグシップ、ね、フラッグシップなのでまだこれの1は出てないですけど、やっぱり1は1だなっていう感じはありますよね。なるほど、はい、で便利は便利、すげえ便利です、はい、そうですよね、はい、でもやっぱ結構やっぱがっつりがっちりしてるんですね3でも。そうですね、うん、うん、あの我々のアルファ軍団を見るとね、ちっちゃいですよねいや私の場合って、まあ、空撮も結構ヘリ出してお金かかってるのと、まあ、場合によってはそのサミットのオフィシャル飛行機のカメラマンやんなきゃいけないとか、エアフォースワンとか撮ってました、ね、エアフォースワンとか、うん、オバマさん降りてくるやつとか、うん、もう一回やってくれって言えないじゃないですかミスれないんですよいやいや、はい、そこはやっぱねプロのプロたるゆえんだと思うんですけど僕らねミスなんとかなるんですけどやっぱ、はい、そこ信頼性重要です、ね、そうなんです。だそういう信頼性だと、例えば土砂降りの中で、うん、空港の中って雨の時でも傘させないんですよ。あ、まあ、危ないですか。そうですね、そうすると、まあ、カッパだけとかで、台風の時のどうしても就航セレモニーとかで撮らなきゃいけない、はいはい、で忘れもしない中部空港でもうなくなってしまったエアアジアジャパンの就航の時も土砂降り台風だったんですよ、はい、で報道陣いろんなカメラ持ってますけど、だんだん一人一人カメラ止まるんですよ。あ、なるほどね、雨でね。だけど1は止まんないんですよ。2桁は止まるんですよ。なるほどそこは1なんです、そうなんですよ、まあ、そういうね、うん、傘させないびっちょびちょだけど撮らなきゃいけないっていうシーンがあるんで、はい、まあ1のクラスになってくると、はい、防塵防滴が、そうです、尋常じゃないですね。でもね高いですよやっぱり。これだってねボディ70万とかしますしね、うん、ということはこれの上のまた1が出たらいくらするんですかっていう。順当にいけば100万近いまで出ますね。ね、本当本当、そうですよ。そうですよ、ね、はい。しかもチャーリーさんの場合はレンズも高いからね。そうなんですよね。うん。うん、見たことあります？こういうレンズ。よくね、ほら野球場とかね、あのオリンピックとかでしかね。うん、はい、ま。この光景すごいですね。はい、すごいですねこれね。尋常じゃない光景。はいはい結構でも使いますね、便利で、はい、これ重さはどのぐらいあるんですか。これね、最新型で軽いんです。軽いんですか。どうぞ。思ったよりも、あ、軽っ。思ったよりも全然イメージと違 う昔はね、このレンズだけで6キロあってこうやって追っかけてると、ここはね、プルプルしてきちゃ う、そうですね、こう持って、はい、こういう手ぶれが、はい、そうです、はい、でもこれ軽いですね、確かに。ただしお高いですその代わり、そうでしょう分かりますかね、この光景のデカさ
でかいピピ。すごいよな。はい、でしかもこの手のレンズってこういう置き方できるのがかっこいいですね。そうですね。600ミリ。はい。いやだから本当あのなんだろうな。僕も400ミリかなを借りてサーキットかなんかで撮ったことあるんですよ、うん、でやったことない人って多分イメージできないんですけど望遠レンズって望遠レンズ買ったら撮れるって思ってる人結構多いんですよね。撮れないですよ。望遠レンズになった瞬間にめちゃくちゃいろんな難しいことが出てきて、そうですね、はい、まず持ってこう、まあ、構えるの難しいし、はいはい、あとは望遠がゆえにちょっとしたブレがものすごいこう出ますね。絵の中でねちょっとブレただけでバーンってこうなるんで。そうですよ、私も飛行機撮っててちょっと外すとどこいんだっけなってなりますよ ね、 ありますもんね、うん、だこの先端がちょっと動いたのが、まあ、いわゆるこうサインコサインタンジェントじゃないですけど、はいはい、こういった、ね、先で何メーター分動いてるのかってなると、ね、すごい動きますもんね。逆に望遠でこうバーって流し撮りみたいにこう追っていくのをやってたんですけど、はい、初めのうちはもう全然エイミングできないというか車がフレームに入んないんですよ、はいはいはい、あら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 それで望遠を買えば撮れるってものでもないみたいな。うん、筋トレとかしてるんですか？筋トレしてないですけども慣れてるというか体感というか、はい、しかも多分あれですよね、あのずっとこうやって構えてるからなんだろう、はい、力の入れ方が体にもう入ってるんですよね。そうですね、そうですね、うん、確かに、うん、普通の人は多分担いでもまずこう飛行機をフレームの中に収めたままこうやって動かせられないだろうな、うん、そうですね、うん、はい、すぐヒュッていなくなっておってでしかも望遠って一回外れるともう分かんないです、分かんないです、はい、うん、難しいっすよね。一緒に下地島行った時とかは僕、はい、キヤノンだったんで、はいはい、一眼レフ使ってたんですけど、はい、YouTube 始めて YouTube の本当最初のね2本ぐらい 5D の動画機能でやってたんですよ。なんですけど、まあ、あれフル HD までしか動画が撮れなかったのと、はいはい、まあ、手ブレ補正のあれとかあとはそのログ撮影っていう色を抜いて撮る技術が乗っかってなかったんで、要はまあ写真と同じ見たままの色味で撮れる、はいはいはい、で実はあれちょっと色を抜いた状態で撮って後で色を乗せてるんですけど、そういうログ撮影と呼ばれる機能がなかったりとかいろいろ不便でどうしようつってこっちのアルファに乗り換えてるんですけど、あと本当はアルファ乗り換えた理由ってもう一つあって、僕昔あの旅ブログをやっていて、はい、で海外出張行くたんびに現地 の、 この旅の様子とかやってたんですけど、はい、やっぱ海外に出るときにカメラ機材がでかいって邪魔なんですよ。そうですね、うん、でそれが仕事ならいいけど仕事じゃなくてこう一緒に持っていくのにでかいと、はい、まあ、5D とかでも結構でかかったんで、うん、で小型軽量なやつにしよう、カメラもそうしようと思ってアルファにして変えた瞬間にコロナになったっていう、おそれであのブログの更新が止まって YouTube が始まったっていう流れなんですけど、そういう意味ではもう今は完全にあっちに慣れ体が慣れちゃって、はいはい、この前あの久々にそういえばチャーリーさんに会うわと思って 5D を出して握ったらあまりのでかさにびっくりして、でっかなんだこれ、ね、まあ、コンパクトな方がいいですよね。いや本当後であれ握ってもらったら分かるんですけど、はい、本当ちっちゃいん で、 でしかも慣れるとね大丈夫なんですよ、ね、なんか技術、体が馴染む。チャーリーさんってでもあれですよね、高校生ぐらいから撮ってるんですよね写真。いやそれこそ飛行機撮り始めたら小学校で、コンパクトカメラ、コンパクトカメラって言ったって当時のコンパクトなんでフィルムね入れて、うん、はい、あれで羽田空港に5年生、6年生で行ってましたね、うん、それから、うん、ずっと撮ってますね、うん、そうか、ということはもう歴代、はい、どんだけのカメラ使ったんだっていう感じですね、うん、そうですね、うん、ずっとキャノンなんですか？一瞬ニコンのカメラを使ったことありました。ニコン F3 って言って、はい、へで、ずっとでも基本的にはキャノン、あとのまあライカ使ったりちょっと遊んだりしましたけど、もうね、今や
チャーリーフルショーといえばキャノンみたいなイメージになっててちなみにここにパーマセル貼ってるのは何なんですか。これねあれなんですよ、ここにゴムのこの R3 から、電極 の, その接点変わったらしくてゴムのそのなんて言ったらいいですかカバーというか蓋があるんですけど取れるんですよ。あスポンとスポン取ると落ちちゃうんです。で何回かなくしてるんですよ。なのでこれでもう取れないようにで特にこうやってね内側にこうなっててちょっと歩いてる人と取れちゃうんですよ。でこれはちょっとね多分次から改善されるんじゃないかなと。結構 EOS ってあの最初の R もこの親指でずらしてとかいろいろあったんですけどこれ改善されるだろうなと思ったらやっぱり次なくなったりちょこちょこ改善されてるので今回これが初なので次からもうちょっと良くなるだろうなと思って。でもねあれなんですよ、僕がキャノンからソニーに乗り換えた時に一番困ったのが、はい、あのズームリングの向きが逆なんです。これね、うん、このズームがね、はい、はいはいはい、どうしても手が勝手に動きますからね。そうヒュッて動いちゃうんですよ、ね、うん、でソニーの純正レンズはいわゆるニコン側っていうか逆なんですけど、はいはい、サードパーティーから出てるやつはキャノン側があるんですよ。おーシグマとかシグマとか、はいはい、でシグマのキャノン側なのかな。なんで、はい、割と僕シグマを使うというか。いやシグマのもお仕事したことありますよ。シグマのレンズいいですよ結構、いやあのなんか絵のエモさがなんだろう なんか分からないですけど微妙に同じ焦点距離の純正とシグマと比較したりもしたんですよ、で出てくる絵がシグマの方が僕は好きだったんでずっとシグマにしてるんですけど、なんか微妙に動画だとより出る気がします、ね、そうなんですね、うん、でオートフォーカスのスピードも変わらなかったんです、はいはい、サードパーティーだから遅くなるかと思いきや遅くならなかったんでじゃあいいや、まあ、リーズナブルでねいいですよね。そう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 、そうなんですよね。まあ、プロの場合は確実に純正品じゃないとあの、ね、プロサポートとかいろんな不利ですよね。そういうのを抜きにサードパーティーレンズを使うとかっていうのは考えたことあるんですか。いやありますよ時々それこそあのシグマレンズとか使ったことありますよ、はい、レンズメーカーだと私、まあね、タムランとかありますけどシグマ好きかなって感じはありますね、はい。そうですね、なんか一時期よりシグマがすごい最近いいかなという気がしてます、ね、うんうん、頑張ってるなって感じありますよね、うん、逆にあれですよね、フルショーさん、チャーリーさんが飛行機以外のものを撮ってるっていうのはあるんですか。いや車は撮るかもしれない。まあまあまあ趣味で、あとは航空関係全般なんで最近ちょっと減りましたけど機内食撮ってくれはしょっちゅうやってましたね。でスタジオ組んで機内食工場行って機内食撮ってくれ、 CA さん撮ってくれ、座席撮ってくれっていうのが結構ありましたね、うん、なんか機内って暗いじゃないですか。暗いです、はい、暗いところで撮るコツとかってあるんですか。いや今やっぱり私だってプロの飛行カメラマンやり始めた時代はフィルムなんですっげえ辛かったんですけど、今感度上げられるじゃないですか。まあ、ISO 上げても意外とね、うん、そうです。そう考えたら全然いけますよ、昔そういえばあれですよね、ゴールドコースと一緒に行った時に撮ってましたね。あ、はい、そうですね、はい、そうだそうだ機内こんにちは、うん、機内はめちゃくちゃ難しくないですか。あの難しいです、光源混ざってますよ、ね、そうです、うん、機内難しいです。だから意外と機内撮れる人ってあんまりいないですね、はい、で特に例えば CA さん撮ってて後ろの窓が昼間のフライトで向こうから外光がバーンと差し込んできたりするとカメラの露出系変わっちゃうんで、はいはい、それに考えて撮らなきゃいけないですし、もうナイトフライトで、ね、昔なんかストロボ焚くなって言われたら地獄でした。フィルム時代にストロボ焚かないでって結構エグいっす。やっぱねビジネスクラスとかだとあのストロボ焚かないでくれって言われるわけです。辛かったですね。それはなんだろう、増刊フィルムとか入れて。増刊でもやっぱり昔ってほら荒くなっちゃうので、あって400、800ぐらいですよ。400です、はい、で特に普通のフィルムじゃなくて我々印刷用のポジフィルムなんで、うん、もう頼むから今回800使わせてくれ、400使わせてくれって言って400で 85mm の 1.8 とか明るい板レンズ、もうそういうので勝負するしかないっていう、うん、そうですよね。今はね別に ISO
2200とか上げても、そうですよ、本当何も起きないですから、そうです、はいはい、あっちのやつなんて、あのなんですかね、デュアルスタンダード ISO ってやつがついてるんで、ほう、あの ISO12800 から、はい、2段ロケット目みたいになってるんですよ。12800まではノイズが順調に上がってくるんですけど、12800超えると1回バーンって消えるんですよ、ノイズが。でそこからまたこう乗っかってくる。そんな機能が、そうなんですよ。ISO 16000ぐらいで取れちゃうっていう、意味わかんないんですよ。技術の進歩がすごいですね。すごいですね。だ昔のねフィルムで撮ってた人尊敬するなと思って本当にいやもうできないわと思いますねだってあの撮った瞬間に分かんないじゃないですか。分かんないです。僕らってもう僕デジカメから入ってるんで、はいはいはい、フィルム使ったことないから、はいはい、なんだろう、カチャって撮ってプレイバックするっていうのが、はい、なんだネイティブなんですね、はいはい、だから逆に言うとガチャって撮って現像するまでどう撮れてるか分かんないっていうのは無理だなと思って。いやだってあの36枚ですよ、しかも36枚撮りですよ。そうですよね。でなおかつ、我々プロで仕事した時は、まあ、編集部とかオーダー先からフィルムいただくわけですよ。で取材行きますって言ったらプロラボに落とすまでが仕事なんです。あ、なるほど。ということは私より前にカメラマンより前に出版社の人とか広告代理店の方がポジを撮影の全部買って見るわけです。でチェックされてお前うちのフィルム無駄にしてんじゃねえってピン来てねえのあるぞとか、うん、全部買って見られますよ。今はほらダメなカットは捨てていいやつだけはい納品ですって渡せるから昔つらかったですよ。昔はそうでしょ。いやその時代のプロカメラマンってやっぱプロカメラマンだなって気がする。多分ね私がだから一番最後の世代かなと。私より若い人だと、うん、プロでもデジタルでスタートだなって人でしょうね、うんうん、フィルム時代のなんかそういうなんだろうとんでもエピソードみたいなのあるんですか。いやそれこそその現像の時間が絶対いるじゃないですか、はい、で雑誌とかで締め切りがあるんで例えば海外ロケやってで場合によっては日本帰ってきてからはもう締め切り間際なので現像間に合わない、うん、撮ってて現地で現像してこいと。でその時ハワイでしたけどハワイに行ってでその時その増刊をしなきゃいけなかったと、はい、増刊って英語で何つうんだろうでプロラボ探して行ってで英語で交渉するわけですよ。そしたら向こうの人があのプッシュなのかプールなのかこれ間違ってあそうやって言うのか増刊減刊でプッシュなのかプッシュ、はい、プールなのかこれ間違ったら完全アウトだぜと思ってプルプルとなっちゃうとでその100と400で取ったんだとかなんかそういうなんかいろいろ説明逆か、はい、やって、まあ、事の機を得たとか だってプロだったらまあないでしょうけど、はい、僕らみたいな素人でフィルムを使って一番多いのが、はい、あの現像してみたら真っ白みたいなね。あ、はいはいはい、今はもう EVF にしろ何にせよこのシャッタースピードでこの絞り値だとこの明るさで撮れてるよっていうのがもう完成図が見えるわけです、はい、うん、そうですね、うんうん、だけどそれまでってこの明るさで、はい、この環境光で撮った時に、はい、まあ、250分の1の 6.3 ぐらいだとニュートラルだなとか経験値で割り出すわけですよ、はいはい、まあ、そうですね、こういう X 系とかですけど、はいはい、まあ、それが使えないところとかもあるそうですね、うん、知識っていうか経験でやるじゃないですか。あと、昔現場でポラキルって言ってポラロイド、はい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 、だ文字でカメラ持ってってポラロイドのやつ、うん、装填しておいてでそれこそ機内食とかだとヨーロッパからシェフを呼んでますでなんか偉いシェフが作ってこれだってやつを取るわけですよ。でポラ切ってで露出もその3段階ぐらいバラしてそうするとこれ取れてなかったらシェフの往復の交通費と飯代としかもファーストクラスとか1年分とかだと、まあ、4シーズンとか作るわけですよ、うん、これ取れてなくて賠償しろって言われたら俺いくらなんだろうなとかドッキドキですよ。もうね現像上がってくるまで寝れない寝れないですよね本当いや本当そうだと思うんだ。僕らもこうやって気軽に YouTube でやってますけどこれがフィルムの時代だったらこ
怖いですよね。しかも今これ環境校結構変わってるんで、まあ、そうですね、そうですね、今は編集で何とでもなるじゃなるんですけど、フィルムの時代だったらセンシティブですよね。いやだって夜景の撮影とか、ほらタングステン光だとかハロゲンとかいろいろあるじゃないですか、はい、だからどこどこの空港は何のフィルター入れてこれで合ってたとか全部分析して書いてましたもんね。そうですね、だって昔フィルムの時代ってホワイトバランスじゃないですもんね。そうです、はい、これデジタルで出てきた言葉です、ね、そうです、はい、だから色かぶりとか全部その色フィルターですね。そうです、はい、でいっぱい持ってていろいろ試して撮って、あこの時はこれであったっていうので、はい、いやー楽になったんだないや本当にそうですよ、はい、でもその楽になったものを使いこなせてないっていうのは僕らの怠慢なんでしょうこんだけ楽になったのにまあでもいろんな機能増えてますからね、知らない機能もいっぱいあります。いやだいぶ増えてます ね、はい、本当あのメニュー画面見るのが楽しくてしょうがないですね。私もね用語がね 何言ってたかさっぱりわからん、こんな機能ついたんだ、はい、あれも機能の塊なんで。あですよね、うん、教室であの機能説明であの先生それはあのフィルム時代の言葉だから今こう言いますので、あのラチチュードっていうのがあるんですけど、それはあのダイナミックレンジって言ってくださいとか。あなるほどラチチュードでも確かに用語は違うでしょう ね、メーカーによっても、ね、違うし、メーカーによっても違うし、はい、今時あのモータードライブとか言ってもわけわかんないですよね。あそうですね何のことですかみたいな、いや電車のことなんだけど、はいはいはい、そうですよね。そういう風になくなったと用語って結構あるんだろうな。それこそ僕らも昔仕事で、はい、新人ちゃんの頃とかって先輩からよく言われるのが、あのりくんさこれデュープしといてとか、はい、今も多分デュープっていう言葉は絶対わかんないだろうデュープリケートのデュープかなそうですね、うん、ポジとかネガとかもね、はい、なんかそもそも何の話ですか。そうですね、話だったんです、はいはい、あとあのこういうなんかフィルム見るこうルーペみたいな、うちはあります今ね、ルーペだ、はいはい、ないのもちょっとなんかさっきの車のプロシージャーの話じゃないですけど、はいはい、簡単になったってことですね。そうですね、だって20年経ってないくらいかですよね、フィルム。いやカメラの進化はすごいと思うんですよね、何年か、ね、特にここから何年かどのぐらい進化するのか分かんないですけど、多分今第1期熟成期ぐらいまで来てる気がするんですよね。いやだって夜撮れるようになったじゃないですか。夜撮れます、ね、今昔夜撮れなかったですもんね。撮れないですね、でも帰ってよかったですからね今はもう帰れないですからね。手ぶれ補正の技術もすごいから夜ね、シャッタースピードも遅くできるし、で好感度取れるし、好感度できるし、はい、本当そうですよ。しかも暗所 AF の性能とかめっちゃ上がってる、ね、だって本当闇夜のカラスが取れるとか、うん、こんなの売っていいのっていう、肉眼で見えないやつピント追いかけるじゃんってね、すごいですよ、すごいです。そういう意味ではじゃあ航空写真家は休みがなくなったと。本当そうですよ、はい、日が暮れても帰れない。そうですはい、でもどうなんですか、チャーリーさん的には昼と夜どっちが好きなんですか、撮るのは。やっぱ昼ですか。まあ、昼の意外と、夕景焼けってやっぱフォトジェニックになるんで、うん、そこそこかっこよく撮れるわけなんですけど、逆にそのカレンダーカットもそうですけど難しいのって昼間なんですよ。ほう、昼間のその青空バックのいい写真って撮れるかって結構難しいですよね。まあ、その日の天気次第でもあるし、そうですね、うん、だフォトコンの審査やりますけど、フォトコンテストで応募くんの夕景焼けブワーきますね。やっぱ、まあ、分かりやすくエモいんでしょうねでもじゃあそれをカレンダーにするかって言ったら1年間夕景焼けってね、わけにいかない、夜景カレンダーじゃないんだからっていう、12ヶ月あっても1枚か2枚ですよねっていうことはやっぱり季節感とか真っ昼間の写真欲しいわけですよ。真っ昼間の写真やっぱり一番難しいです。撮れそうで撮れないです。撮れそうで撮れない。確かにあの写真教室の中でもきりとした青空で、はい、ちゃんと巡航で光が当たってとか、でしかも飛行機の位置も良くて難しいですよ、ね、はいはい、そうです、その通りです。しかも それが撮れる場所も見つけなきゃいけない。そうなんです、はい、飛行機ってそれですよね。そうですね、撮れる場所を探さないと撮れないっていう。そうです、はい、なんかこうなんか小物を撮りますみたいなのってあんま関係ないんですけど、うーん、そうですね、飛行機は本当になんだろう、空港行ったら撮れるかっていうと意外と空港のデッキから撮れる絵って限界が、その通りです、はいはい、
左寄ったりになっちゃいますからね。うん、まあ、僕らは空港のデッキから取るしかないから、うん、結局似たり寄ったりで、しかも空港のデッキから取ると本当にあの離陸するときに飛行機がこうちょうど真横になってるぐらいの絵しか取れないんですね。斜めの七三とかでガーッと上がってくるしか取れないんで、こういうんじゃないんだよなって思ってたから毎回真横からみたいな、うん、あれもちょっと寂しいで、僕はチャーリーさんって結構好きなのあれですね、ヘリで空撮、飛行機が下にあって、はい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 、で、はい、滑走路にアプローチしてるみたいな、はいはいはい、あれはダイナミックでかっこいいですよね。ありがとうございます。やっぱり、ね、飛行機って、ね、飛んでる時が一番美しいと思ってるんで、うん、となるとやっぱりその上から撮りたいなと思うので、はいはいはい、でやっぱりしょっちゅう上がって空撮してますよね。あれもでもなんだろう、飛行機がこう侵入してる経路の近くで飛んでるわけじゃないですか。よくクリアランス出ますね、はい、いやもう事前手配と申請が大変で、はい、あとはもう当日は管制官とパイロットの腕次第かなっていう感じが、はい、でそこまでどこまで調整できるかなっていうのがミソかなっていうのがありますよね。そうですよね、うん、意外とすごいとこいますねで大きいミッションだとそれこそ空港会社の方、まあ、発注元と私と、まあ、ヘリのパイロットと管制官で会議して、あ、なるほどね、はい、そういうのありますね。ってことは意外とセスナの免許を取って飛ばそうとすると面倒くさいことが多いって感じなんですかね。そうですね、結構、はい、まあ、元々そのエアラインの定期便の人たちは景気飛行って言って飛んでますけど、うん、我々有資格飛行なんで、はいはい、ルールが若干違うんで、はい、ちょっと決まりも違うなってのはありますね、うん、いやまあ日本じゃ絶対そういう世界観は来ないんでしょうけど、うん、なんかね普通に小型機乗ってその辺の原っぱを降りて蕎麦を食いに行くとかやりたいですけどね絶対無理だろうな。そう、アメリカだとねやっぱりねあれです、あのおいい傾向があるあそこキャンプしようぜって降りたり、うん、普通ですからね。いいですよね、はいはい、やっぱ航空大国たるゆえんが。そうですよ、ほんとね。それだとなんかねやっぱ飛行機の免許取っても行かせるなって気がするんですけど。いやそうですよ、だって自分でガソリン空港行ってシュッて誰もいないからクレジットカードやって自分で燃料入れて帰ってくるってのも先週もやってましたし、はい、日本はなんかね多分あんまり免許取っても一括しきれないっていうか。それあります、うん、私今熊本で飛行機飛んでますけど熊本は結構行くとこ福岡空港以外どこでも行けるんで、30分1時間圏内で、ね、関東はでもちょっと飛ぶとこないのであんまり使いづらいです、はい、調布から出たとして調布はね遊びで乗っちゃいけないんだ。遊びダメなんですか。ダメです、はい、へえ、はい、そんな空港なんだ、はい、なので、関東近辺だと茨城の龍ヶ崎か埼玉の桶川、でもどこ行くんですか、まあ、っていうぐらい前、まあ、大島に昼飯食い行ったこと何回かありますけど、あとあんまり行くとこないなっていう。そうですね、うん、しかもなんだろう空港がある場所でもさっきの調布の話みたいに、はい、降りれない空港とかあるわけですね。そうです、はいはい、何の意味があるんだろう。いやその通りです本当、うん、俺持ってんでみたいな話ヘリとかでも一緒ですか。ヘリはねもう同じなんですけどヘリのが逆に使いやすいっちゃ使いやすいんですけど空港ないとこも行けるんで、うん、ただ事前にその、場外離着陸場という申請をしておかなきゃいけないので申請通ってればどこでも行けるんです。で新州に蕎麦屋ヘリポートがある蕎麦屋があってまあただの芝生ですけどヘリで蕎麦食い行くとかそれやりたいんですよ ね、 ねちょっと前まで伊勢島にヘリかクルーザーじゃなきゃいけないお寿司屋さんがあったり行ってみたいですねそういうの、はい、そうなんかね長野にヘリでそばを食いに行くってやってみたいですよ ね、 あねなんか面白そう、はいね、そうよくね僕ら車の世界だった、はい、富士スピードウェイ VIP っていうかセレブな人たちがヘリで来ますね。へ富士も2ポートぐらいヘリポートなんですけどへでなんか前も僕の友達が、はい僕がちょうどスーパー GT かなんか行ってる時に、はい、いるって聞かれてああいますよって話してたらじゃあ行くからっつって道混んでますよみたいな話してたら大丈夫15分ぐらいで着くからっつって15分じゃ着かねえだろうと思ったら、うん、途中あの透明の上飛んでる写真が iPhone に来てヘリかって来ましたねいやね本当ね災害とかにも使えるからねもっと増やすべきだと思ってるんですよね、うん、そうですよね、はい、まあどうなんだろう平地がないと降りれないっていうディスパアドバンテージあるのかな、うん、日本だとこう九州の山が多いじゃないですか、はいはい、
それだけに降り場所は限界がね、うん、あ、そうですね、うん、あるのと、うん、山が多いから下手くそが乗ると山岳波で落ちるからね、 ありそうですけどね、うん、いやでもいいっすね、家の横でこの飛行機の音がする She loves the fact that I just let her know.